はい。それでは、インタラクティブシステム特論の第5回を始めたいと思います。今日は、聴覚と、それから聴覚のインターフェースに関するお話です。で内容としてはですね、まあ、耳のメカニズム、それから聴覚のパーセプションについて、それからまあ聴覚を用いたインタラクティブシステムについていくつかご紹介したいと思います。でまずは耳のメカニズムについてですね。 で耳ですす。けれれども、まあ、あの3つに分かれます外にあるのが外耳、エクスターナルイヤーで、中にあるのがミドルイヤー、中耳、そしてその内部にあるのがインターナルイヤー、内耳というふうふに言われています。でまずです、ね、この動画を見てください。でこちらはです、ね、NIH が作った、まあ、音が脳みそに伝わるまでの様子を見つけたものです。 Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate. Which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair like structures called stereocilia. Sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. というこ,とで、まあ、これでたでい、ね、耳の構造は分かったということになるんですが、まあ、少し詳しくこの後お話していきましょう。でまずです、ね、あの外耳ですね。で外耳というのは、この磁界、耳タブの部分と、それからまあ外耳道という耳の穴の部分に分かれます。でこの磁界の部分というのは、音を集める、それから方向を定位するために使われます。方向定位というのは、要は前から聞こえる音と後ろから聞こえる音、横から聞こえる音と。 いうのが、まあ、音色がちょっと変わるようにするということです。でこの外耳道の部分というのは、だいたい長さが2.5から3.5センチメートルと言われています。この2.5から3.5センチメートルっいうのは、もしこれを固定端の耳の底の部分を固定端というふうにするような振動を考えていると、これがだいたい4分の1ラムダになるのはどのくらいの周波数かというと、3から4キロヘルツぐらい。 の周波数ということになりますこの3から 4kHz って何かっていうと人間の声の主要な成分なんですねつまりこの外耳道の大きさというのは一つの解釈としては人間がお互いの声が聞き取りやすいようにこのぐらいの長さになったんだというふうに解釈することが可能かと思いますはい でですねまあ、この耳タブなんかでヒューマンインターフェース、インタラクティブシステムができるかっていうと、まあ、普通はできないだろうと思うかもしれませんが、実は例えばですね、この2015年の会の研究では、この耳タブの耳のこの磁界の形を使って個人認証をするということをやっています。要は最近のスマートフォンはマルチタッチセンシングができますので、こうやってスマートフォンを押し当てたときの、この耳の魚卓みたいなものが取れるんですね。 実はこの耳の形っていうのは歴史的にはです、ね、指紋よりも先に犯罪の捜査に使われていたという歴史がありますですのでこれを使って個人認証するっていうのはかなり合理的な話なんですねで次が中耳になりますで中耳というのは、まあ、鼓膜の部分それから耳小骨と言われている部分それから耳管と言われている部分、まあ、こ,れこのぐらいのものからなっています で鼓膜の部分っていうのは厚みは非常に薄くて0.1ミリぐらいで。直径は8ミリから9ミリぐらい。いや、だいたい1センチ弱ってことですね。で、この鼓膜がですね、だいたい0.1マイクロメートルぐらいの振動をするだけで、まあ、我々は音として聞き取ることができると言われています。で、実骨の部分っていうのは、土骨、キノタ骨、アブイム骨というのがあって、まあ、これは、まあ、えー、耳の 増幅機能を果たしているというふうに言われています。ちょっとこの話は少し後でもまたお話しします。この時間と言われている部分というのは穴になっていまして、これは、まあえーまあ、気圧を全体として調整する、口の部分とつながっていて気圧を調整するというような役割を果たしています。で、この中耳の部分というのは、まあ、さっき言ったように、土骨、絹太骨、座右骨という3つの骨があるわけですね。 でこの3つの骨によって何が増幅されているのかということはよく理解してください。でよくですね、あの教科書でも間違った記述がしていることがあります。で、このまあ骨3つによって、何か、深、えー、幅が増幅されているというふうに書いてあることがあるんですが、実はそれはそうではありません。でそもそも、この耳における増幅機能っていうのは、大半が実は、 この鼓膜のサイズとそれからオーバルウィンドウと言われているこの内耳への入力の部分のサイズの比率この比率でもって決まっていますこの比率によっていわゆる油圧が増幅されるのと同じ原理で力が増幅されるんですねだいたい17倍ぐらい増幅されますそれからこの骨の仕組み3つの骨によって 多少は増幅がされます。これは1.3倍ぐらい、いわゆるテコの原理で増幅されるで。これで合わせて大体22倍ぐらい増幅されると言われているんですが、これはあくまでも力の増幅です。ですから皆さんは、例えばテコの原理を知っているならば、力の増幅がされるという場合には、振幅としてはむしろ減るということをご存知かと思います。この場合も実際にそうです。で、なぜ力の増幅が大切かというと、これはですね、 要は、踊っていうのは本来空気の振動なわけですねで。空気の振動で、ただそれに対して内耳というのは入っているのは液体です。ですから空気の振動で液体を駆動するっていうのはそもそも結構難しい。皆さんが例えば水面に大声で叫んだとしても、水面はそれほど揺れないわけです。ですので、実はここで、まあ、いわゆる機械の機械系の言葉でいうと、インピーダンスマッチングということをする必要があります。 つまり空気のような媒質から水のような媒質への振動の伝播をするときには力を増幅するということが必要になるということです。で、そのためにこういった機構が作られているというふうにご理解ください。で、この中耳に関してですね、いわゆる中耳検査というのがされています。で、これは何かっていうと、まあ、2つぐらいあるんですけれども、まず、ティンパノメトリーというのが知られています。 これは何かというと、外気圧をパッと変化させたときの鼓膜とか自小骨の振動のしやすさを検査するというものです。でこれによって、例えば自小骨とかが、まあ、あの固まってないかなということを調べるんですねで。それから自小骨筋反射検査というのがあります。これは何かというと、鼓膜に大きな音を入力するということをすると、このときにこの大きな音から耳を守る。 ために減弱反射というのが行われますでこの減弱反射というのを、まあえー、検出してやるということによって、まあ、振動のしやすさ、インピーダンスによって検査するということが行われます。これによって実はこの3つの骨というのがこの減弱反射によって耳を守るという役割を果たしているのでその機能がちゃんと働いているということを確認するというのがこの二つ目の検査ということになります。 で,ですねこういったこの辺の話っていうのは実はですねあの最近にもちょっと進展がありましたで例えばこの研究はですね何かというと目が運動している特にサッケード運動をしている時になぜか鼓膜に振動が発生しているらしいぞということを明らかにした研究ですで、まあ、あのそ,のそれ自体は明らかになったんですがなん、まあ、でそんなことをやっているのかということは今のところ推測なんですけれども、まあ、おそらくですね サッケードっていうのは視覚が劇的に変化する現象なわけですね。ということはその時に聴覚系にトリガー信号のようなものを送ることによって視聴覚感の再対応付けに役立って,ているのではないかということが今のところ推測されているということになります。で今度は内耳ですねで。内耳っていうのはですね、まあ このカタツムリのような形をした部分これをカギ管というふうに言いますカタツムリ管とも言いますそれからですね上の方にカタツムリの頭の部分に相当するところに三半規管それから卵系能急系能というのがありますで実はこの内耳というのはマルチモーダルなセンシング機関になっていますカギ管の部分というのはま音を検出するものなんですが この三半規管や乱系能、急系能という部分というのは、これらは核加速度、それから加速度を計測するというものになっています。しかもよくできていることにです、ね、これらはすべて同じような仕組み、この後で説明する有毛細胞の仕組みによって検出するということが行われています。き今日の話に関しては、この音の下流管の部分だけのお話になります。 でこの下牛管なんですが、まあ、要はカタツムリの形をしているので、伸ばすと一つの長い管になるんですね。で、この管っていうのはどういうふうになっているかっていうと、まあ、要は外側から、まあ、鼓膜からの振動というのが3つの骨を通過して、卵、ま、形、あ、層に、えーまあ、押し当たる、それによってまあ振動が伝わるわけです。で、その時に、この下牛管の中は液体で満たされていて、しかもこの液体がある膜で、 まあ前上下が分かれていますでこの膜の部分のことを規定膜というふうに言いますで。この膜というのは最後の最後まであるわけではなくて最後のところではちょっと離れています。ですのでこの押された液体というのは最後のところを、まあえーまあ、迂回して回ってそして最後にこの静演奏というところにまで到達するということになります。でこれがグッと押された時の様子なんですけれども。 グッと押された瞬間には結局どうなるかというと、この規定膜が全体として下に下がるということになります。で、まあ、先ほども言ったように、この下級感というのは規定膜によって上下に区切られているわけです。で、まあ、上の部分、アブミコスの部分がグッと押されると、まあ、基本的には全体的に上の規定膜が下がるわけなんですけれども、ただこれがですね、 まあ、振動をしている時にはどうなるかというのが問題になります。で、振動をしている時にはどうなるかというと、実はこの時にですね、まあ、ある種の、まあ、例えば、ムチをヒュッとやった時に、そのムチの波が前の方に進んでいきますよね。それと同じように、波がヒューッと先の方まで進んでいくという現象が生じます。しかもその波というのがですね、 低い音の場合には、端の方まで到達する。で、中間の音の場合には、まあ、中間ぐらいまで到達する。その後、減弱する。で、高音の場合には、入り口付近では振幅を保つんだけれども、その後、もう減弱して伝わらなくなるという、そういうような、まあ、電、え、波、ーまあの仕方をします。ということは、これは結局、規定膜の空間的な、まあ、 配置によって周波数分解がなされているということが実際に行えるわけです。つまり複合的な音が入ったときには、その複合的な音を周波数分解したようなパターンが基底膜上で発生するということになります。それで、基底膜が振動してどうなるかということなんですが、この基底膜の上にはですね、有毛細胞というものがあります。 でこの有毛細胞は、この写真で見てもお分かりのように、まあ、まさに毛が生えている歯ブラシみたいな感じの形をしているんですがで、これが内有毛細胞、外有毛細胞という有毛細胞の群れがあると。で、その上にですね、まあ、外膜というまあ蓋をするような膜の部分があります。そうするとですね、この否定の部分が振動したときに、 結局この有毛細胞の歯ブラシの部分が擦れ合わされるということになります。でこの擦れ合わせによって何が起きるかというと結局この有毛細胞が傾きが変化するんですね。でその時にですねこの有毛細胞同士の距離が多少変化します。でこの変化によって、まあ イオンチャンネルが開いてそれによって外部からのイオンの流入が起こりそれによって神経が活動するというそういう仕組みをとっていますですから非常にメカニカルな、まあ、マイクロマイクロマシーンの機能を果たしているということになるわけですで先ほども少し言いましたが内有毛細胞と外有毛細胞という2種類の有毛細胞がありますでこれですね内有毛細胞は 感覚神経と言われていますつまり我々が音を聞くために使われている神経ですでそれに対して3つ並んでいる外有毛細胞はそちらの方が非常に整然と並んでいるんですけれども実はこれらはですねがりを得ていますつまりどういうことかというとこれらの神経というのは実は一種のアクチュエーターなんですね でしかも、この外有毛細胞は内有毛細胞よりもたくさんあります。で、おそらくこの外有毛細胞というのは、まあ、ちょっとこの歯ブラシの部分が動いてくれることによって、内有毛細胞の原因を調節してるんじゃないか、つまりこの外膜の部分をとの間の相互位置というのを多少動かしてくれることによって、内有毛細胞を の原因を調整してくれるる役割があるんじゃないかというふうに言われていますで。これ実際の顕微鏡写真なんですけれども、見てお分かりのように内有毛細胞が結構ぐちゃぐちゃしているのに対して外有毛細胞は非常に整然と並んでいるんですね。で内耳の部分に関してもですね、まあ、いわゆる検査方法というのがあります。でこれは何かというと、 自自体が自ら音を発することが知られてるんですねこれは外部音に対する反応としても起きますけれども無音時にも自発的に発生していますで。これはおそらく外有毛細胞の活動によって生じているんだろうというふうに言われています。でこのジオン共放者はですね、実際に聴覚系の検査のために用いられます。例えばこの写真なり動画で見せているように小さい子供赤ちゃんとかのです、ね、生まれたての赤ちゃんとかが 耳の機能が問題がないかということを確認するために、こういうような検査が用いられています。はい、では次にです、ね、聴覚のパーセプションについて簡単にお話しします、まずはです、ね、音の知覚の周波数特性についてです。 人間はですね、大体20ヘルツから20キロヘルツぐらいまでの範囲の音を聞き分けることができると知られています。で20キロヘルツより高い音のことを、まあ、ウルトラソニック、まあ、あるいは超音波というふうに呼びますね。で、この20キロヘルツぐらいの限界というのは、年齢が上がるにつれて悪くなっていくということが知られています。ですから、小さい子供であれば20キロヘルツより高い音を聞くこともできますし、でそれがまあ年を経るにつれて10キロヘルツ、まあ、もしかしたらそれ以下と。 いうふうふに下がっていきますですからですね昔から例えばあの携帯電話の着信音をまあ高い音に設定しておくと非常に高い音に設定しておくとモスキートノイズのようなものですねというふうにしていると実は例えば授業中でその携帯電話の着信音が鳴っても先生が気づかないと先生がちょっと年上なので先生が気づかないと、まあ、そういうまあちょっといたずらみたいなことが時々記事になったりしますね。 あるいは非常に悪い例で言いますと、例えば公園で遊ぶ小さな子どもたちの声がうるさい、だからその子どもたちを追い出したいということで、実際に超音波スピーカーを使って、非常に高い音をその公園に向けて放送してしまったという、そういう事件があったりします。これ、本当に耳が悪くなる可能性があるので危険なことなんですが、実際、そういう事件があったということです。 つまりまあ高い音なので、小さい子どもはすごく嫌になって、その声に近づかないという、非常に嫌な話ですね。でですね、あのまあその周波数に関して言うと、まあ、さっきも言いましたように、内耳の規定膜で分解して、空間的なパターンとして我々は音を認識している。で、それのまあ一つの証拠のと,としてよく取り上げられるのが、フォルマントです。 で我々はですね、例えば、あいうえおといったときに、声の低い人がそう言っても、声の高い人があいうえおといっても、あはあであるというふうに聞き分けることができる。それはなぜかということです。でそれはなぜかということはすでにわかっていまして、人間はどうやら母音を識別するときに、二つのピークを捉えているらしい。一つ目のピーク。 これをまあ第1フォルマントと言います。それから2つ目のピーク、これを第2フォルマントというふうに言います。どうやらこの第1フォルマント、第2フォルマントの関係性によって、母音、あ、い、う、え、おというのを聞き分けているらしいということが分かっています。実際、死因に関してもまた別のフォルマントが存在しています。ですから、そのぐらいですね、我々というのは、音をある種のパターン、一次元パターンとして認識しているらしいということです。 でこれはです、ね、YouTube のほうで皆さんで見ていただきたいんですが、まあ、しゃべるピアノという動画です2つぐらい持ってきました。こちらはです、ねまあ、学部の授業のほうでも紹介したことがあるんですけれども、まあ、ピアノの音というのを、まあ、うまくうまいこと合成してやることをやってやればフォルマントの形を作ることができるのでまるでしゃべっているかのような音声を出すことができるというものです。 でこういったです、ね、人間の聴覚特性というのを、まあ、うまく使ったインタラクティブシステムというのが提案されています。これは、Kai CHI の2020年の研究なんですが、ウェアラブルマイクロフォンジャミングと言われているものです。でこれ何かというと、要は、あの普段の日常会話を録音されたくないというニーズに対してどうするかということです。でこの時彼らは何をやったかというと、 まあこの腕輪みたいなものによって、ギリギリ非過聴域の超音波を流すということをやったんですね。でそうすると何が起きるかというと、ギリギリ非過聴域であっても、まあ、パソコンの、まあえー、音声入力というのは、まあ、記録できてしまうんですね。つまりフィルターが完全ではないので、記録してしまうと。で、その時きにです、ね、わ、ま、れ、あ、我々サンプリング定理をもし知っているならば、 サンプリング定理によって周波数が折り返されてしまいます。そうすると、非常に低い強烈な雑音ということになります。ですので、この強烈な雑音によって、要は記録して再生するということをすると、必ずこの強烈な雑音が発生してしまうという、この状況を使うことによって、ジャミング、音声のジャミングをしようという、そういう研究になります。ですから、これは非常に面白い研究ですよね。 あの人間の非常に基本的な知覚特性を使うことによってこういうインタラクティブシステムを作ろうという面白い提案だと思います。それでですね、人間は空間的なパターン、一次元的なパターンとして音を認識しているというふうに言われていますが、それのまた別の例を持っていきましょう。これはですね、三角波あ、あごめんなさい、正弦波、区形波、三角波と。 いう三つの音です。ちょっと大きいかもしれないので気をつけてください。一つ目の制限波がこういう音。それから区形波がこういう音。それから三角波、あるいはノコギリ波がこういう音です。で、これらを人は全てある意味同じ音だと思うし、違うということもはっきりわかります。つまり音色は違うけど何か同じというふうに誰もが答えられるわけですね。 それはなぜかということなんですが、結局我々は、規定音というのを知覚することができ、さらにその倍音の構造があるということを知覚することができるということになります。この規定音の知覚と倍音の知覚っていうのは、ある意味非常にリンクしている話です。実際我々はですね、実は規定音を取り除いたとしても、 倍音成分だけを提示することによって既定音を知覚するということができることが知られていますこれをミッシングファンダメンタル現象というふうに言いますファンダメンタルと既定音の部分ですねこれ実際に試してみたので聞いてみてください一つ目がもともとの正弦波でなっている音です ま、これは普通の音楽になってますね。で2つ目が、これに対して、バイオン成分を、まあ、たくさん加えた音楽です。バイオン成分を加えることによって、何かラッパの響きのような感じになりましたねで。3つ目、これはこのスペクトラムの絵からもお分かりのように、基定音成分を取り除いています。 でそれに対して、倍音成分をまあ加えています。で、聞いてみてください。<noise> ということでですね、これ、まあ、誰しもがドレミファミレドミファソラソファミを聞き取ることができてしまうんですね。ということは、実は我々は、規定音がなくても倍音成分の感覚で、 規定音を近くすることととがができるようだというだいここかりますでこのミッシングファンダメンタルっていうのはです、ね、実際に応用されてます。例えば、まあまあ、いわゆる液晶テレビ、液晶モニターみたいなものを考えてください。でこういった液晶テレビっていうのは大抵非常に薄いわけですね。で、これにスピーカーを内蔵しようとすると、スピーカーの中が 非常に狭くなります非常に小型のスピーカーになってしまいます。小型のスピーカーというのは一般的に低音を出しにくいことが知られています。ただし、我々は当然低音を出したいわけですね。でそれでどうやっているかというと、実は例えば 200Hz 以上の成分で倍音構造を作ることによって、例えば 100Hz の規定音が あるかのように聞かせるという、そういう処理がされています。まさにミッシングファンダメンタル現象を採用しているという事例になっているわけですね。他にもですね、例えばバイオン構造があると、我々は非常に自然に感じるということで、例えば MP3 みたいな圧縮では高温領域がカットされてしまうわけなんですが、再生の時に 楽器なんだからバイオン構造はあるでしょうということで周波数をコピーペーストで拡張してやるということも行われていますでそうするとまあ随分自然に感じられるということなんですね、まあ、実際自然な状況でもそうなっているからということではありますでこれまでですね、まあ、我々は聴覚において、まあ、音というのを実際には何らかの、まあ 空間的なとととといいいまますか一次元的なパターンとしししててて認識しているということを強調してきました。でそれの、まあ、もう一つの事例として無限音階というのがありますでこれは何かというと例えば視覚でいうとですね我々はこういうようなパターンというのを見た時に、まあ、ずっと無限に上昇し続けているというふうに感じるわけですで聴覚においても同じように無限に上昇し続けているような感覚を提出することができるだろうということです 実際に作ってみましたので、聞いてみてください。<music> ということでですね、まあ、ずっと上昇し続けているという本来あり得ないような感覚を提示することができますで。これをですね、実際に音楽の世界で実際の作品にしたものとして、YMO のルームと いう作品があります。これはまあ YouTube の方でぜひ聞いてみてくださいで。今度はですね、あの音源定位の方の話です。どこから音がするかというのを我々はどのように知覚しているかという話です。で当然ですね、一番まああのわかりやすい手がかりとしては両耳の間の差ということになるわけですね。 で両耳の間の差というとこれは何があるかというと実は2通りあります一つは時間差あるいは位相差と言われているものですでもう一つは強度差と言われているものですでなぜこの2つがあるのかそしてこれらは実は周波数的な得意不得意があるんですがなぜそのようになっているかということはちょっとこの後またお話ししますでもう一つの手がかりは磁界による音色の変化ですつまり 例えば上であるか下であるか、前であるか後ろであるかという場合には、両耳の差というのはないわけですね。ですけれども、もし我々が聞き慣れた音であるならば、その聞き慣れた音が耳の磁界の形によってどのように音色が変化するかということによって、上からの音か下からの音か、あるいは前から後ろからの音かというのがわかるんですね。で、これがまあ2つ目の音響の手がかりということになります。 ただしこの2つ目の音響手がかりは、まあ、経験値化による部分が大きいので順音の定義は不可能ということになりますで。先ほどですね、この音源定義の両耳を使った音源定義というのに、まあ、2通りあるんだという話をしました。でそれを少し詳しくお話ししましょうで。これはちょっと神経の話を第1回のときにしたときに少しお見せした図ですけれども。 右耳と左耳で音が聞こえたときにです、ね、その音によって、パルスが発生するわけです神経パルスが発生するわけです。で、その神経パルスというのは、低周波の場合には、一層固定された活動が生じます。つまり、1周期あたり1回という、理想的にはです、ね、1周期あたり1回という神経発火が生じるんですね。 なので、この神経パルスというのは、位相情報がまだ残っています。つまり、時間差情報がちゃんと残っているということになるので、右耳と左耳との間で、この時間差を検出するような神経回路を作ってやれば、まあ、どこから音が来たのかというのが分かるということになります。でそれに対してですね、 高周波の場合にはどうなるかというともはや高周波の場合には神経は、まあ、ちゃんと位相固定された活動というのを行えませんそれはなぜかというと一つには神経には不応期というのがあるからです神経というのは一発発火するとその後絶対不応期と言われている時間の間は次の活動を全く行うことができませんその後相対不応期というのもありますということはある程度以上高い周波数だと この不応機に引っかかってしまっていわゆる位相あるいは時間という情報を使うことができなくなります。なので高周波の音に対しては時間差を使ったコーディング時間差を使った音源転移ができなくなるんですね。ただ逆に高周波の場合には直進性が音自体の直進性が高くなります。なので 左耳の間の耳の間の音圧差が大きくなってくるんですね。それに対して低周波の場合には回り込んじゃいます。なので、高周波の場合には強度差、右耳と左耳との間の強度がどのような関係かということによって、まあ、音源定義をするということになります。つまり、低周波の場合に時間差をとる、高周波の場合にまあ強度差をとるというのは、 まさに物理的にもです、ね、あるいは神経的にも非常に妥当な戦略をとっているということをよく理解ください。はい、次にです、ね、音響システムに関するインタラクティブシステムについて紹介していきます。 1で一つ目はです、ね、インタラクティブシステムといっても、いくつかデバイス阻止を説明していくんですけれども、1つ目は、一番普通の電磁誘導型のスピーカー、あるいはマイクというものです。要は、通常は磁石を固定しておいて、大型の磁石を固定しておいて、コイルを振動させるというものになります。コイルはムービングコイル型というふうに、このはムービングコイル型というふうに言われます。でコイルはです、ね、非常に軽く作れます。 なので、これによって高周波動が可能になるということになります。ただですね。実は歴史を紐解くと、一番最初の頃はこれ磁石の方が振動していたらしいです。で、さらにですね。最近では磁石を軽く強く作るということが可能になってきていますので、必ずしも今はコイルが振動するとは限らない。磁石の方が振動するというものも時々作られているということはよくご理解ください。 意外とこういったものを作るっていうところだけでも、まあ、例えばこれはですね2020年の WIST で発表されているものですけれども布に縫い付ける要は服に縫い付けるスピーカーというのを作っています。 で、だいたいこういうのはですね、あの服にですね、磁石もつけなきゃいけないって話になっちゃうんですが、そうすると、まあ、非常に重たくなってしまうわけですね。それに対して、まあ、二つのコイルでの構成ということにしてやって、磁石を不要にしましたと。まあ、そういう研究なわけです。まあ、それによって、まあ、衣服としての、まあ、価値を下げることなく、ちゃんと音も出すような装置というのが作られています。 先ほどのものは電磁誘導型でしたけれども今度はコンデンサータイプのマイクあるいはスピーカーについてご紹介しますでコンデンサーマイクというのはですね結局2枚の電極板の間の距離の変化による静電容量変化を検出するというものですでこの場合硬く作ることができるので共振周波数が高くなる いうことで,これですので一般的に高性能なマイクといえばコンデンサーマイクということになります。でそれに対してコンデンサースピーカーは、まあ、構造は同じで2枚の電極板なんですがその電極板に加える電圧の変化によって電極板距離が変化して空気を振動させるということになります。ですので今度はこれはちょっと大きく作らないと音としてはちゃんと強くは出ません。ただこれは 平面全体を駆動することは可能になりますので、平面型のスピーカーを作るような場合によく用いられています。で、まあ似たようなものとして圧電スピーカーマイクというのもあります。で、この場合にはですね、圧電素子ピエゾというのを用いたものになります。で、いわゆるメタル金属の板を用意して、それの表面にピエゾ素子を貼り付けてやるような構造になっています。 そうすると、まあ、ピエゾが伸縮、電圧によって伸縮することによって、まあ、この板、メタルのダイヤフラムが湾曲して音が発生するということになります。これは非常に小型で安く作れますので、例えばおもちゃの中でブザーとかによく用いられていますで。実際また今度はですね、圧電タイプのマイクというのもありまして、例えばコンタクトマイクなんかで楽器だったり計測用で用いられていたりします。 これは全くの参考ですけれども NHK の昆虫マイクというのがあるのでちょっと持ってきました。これですね、例えばアリが歩いているときのガサゴソ音なんかを記録することができたりするんですね。この場合にはどうやってやってるかっていうと、いわゆる電磁誘導型のマイクを使っているようです。これもまた全くの参考なんですけれども、レーザーマイクというのも知られています。 でこれ、まあ、2つぐらい方式がありまして、まあ、ドップラー効果方式というのは、これ何かっていうと、まあ、レーザーをたくさん反射させてやるということをしてやって、そのときにまあ音が発生すると、まあ、空間的にまあ空気の粗密が発生するわけですね。で、そうすると、音の伝わるスピードが変わるので、まあ、その変化を測定することによって、その空間中の音を計測しようというものになります。 それからこの右側の方は干渉系による振動ケースというやつでこれはレーザーを例えば窓ガラスに当てて反射した光をディテクトするということをしますそうすると窓の振動によって航路長が変化するでこの航路長の変化でもって音を記録するというものになります実際これはよくスパイ映画とかで出てくるようなタイプになります で温度スピーカーカっていうのもあるんですねでこれは何かっていうと要は単純にジュール熱でもって温度を発生させてそれで振動させてやるというそれだけのものです。でこれなんでこういうことができるかっていうと普通温度は、まあ、あの変化するのに時間かかるような感じがしますけれども実は微小世界では温度も非常に高速に変化してくれます小さくななななればなるほど高速な変化が可能になります。 ですので、まあ実は温度スピーカーというのは、まあ非常に小さい世界では、まあ特性の良いマイク、スピーカーですね、スピーカーとして使うことができるということになります。ですから例えばこの右側のものですと、周波数 0.1kHz から 100kHz までの高帯域小型スピーカーということになっています。で少しですね、よもやも話をしましょう。 まずスピーカーボックスにつってなんかあのスピーカーを作るマニアの人っていうのは最近はもういなくなったかもしれませんけれども実は非常に重要でなぜ重要かってことは理解しておく必要がありますでこれスピーカー単体があるとですね実は音があんまり出ないんですねなぜあんまり出ないかというと表面で空気を押したときに その押しした空気が裏面でで吸収されてしまうんですねつまり表面と裏面で逆位相の音圧が発生するのでこれによって打ち消し効果があって遠くまで音が伝わらないということが起きますなのでその打ち消し効果を抑制するためには裏面を外部から切り離す必要があるということになりますそれが基本的にはスピーカーボックスの役割なんですね ただし、スピーカーボックスが小さいと、今度は何が起きるかというと、そのスピーカーボックス内の気圧が大きく変化してしまうことによって、音に影響が出ます。例えば、スピーカーボックスが非常に小さい場合には、スピーカーがなかなか動きにくいということになってしまいます。なので、基本的にはスピーカーボックスは大きければ大きいほど良いとされているわけです。 それ以外にも、スピーカーボックスにちょっとした穴を開けるなんてことも普通に行われまして、そうすると、ボックスの内部である音の伝わる距離というのが稼げますので、それによって、ある周波数の音をあえて増強するということができたりします。そうすると、例えばスピーカーの特性として、あんまり伝わりにくいような音というのを増強すると。 ということがスピーカーボックスで実現するということになります。アクティブノイズキャンセリングというのもよく行われます。でこれですね、結局まあノイズがあって、まあ、ノイズが外から聞こえて非常にうるさいという状況のときに、そのノイズをあえて記録しておいてで、例えばイヤホン、ヘッドホンから逆位相の音を出してやるということをします。でそうしてやるとですね、 非常に効率よく音を消去することができるですね。で、これ、あのまあ、普通に原理で考えると分かるとおり、低周波領域はこれで非常に得意です。で、つまり、あの逆位相というのを簡単に正確に作れるので低周波は得意。ただし、高周波はちょっと苦手です。なので、これは例えば、まああの、飛行機の中のような非常にうるさい低周波ノイズが発生しているような場所では、 まあ得意、簡単にこれを実現することができます。またですね、音を記録した場所と、それから再生する場所が近ければ近いほど、このアクティブノイズキャンセリングはうまくいくので、ヘッドフォンなんかではそれは非常にうまくいくということになっているわけです。あとですね、パラメトリックスピーカーというのがよくインタラクティブシステムで使われることがあります。これ何かというと、過聴域の音を AM 変調あるいは FM 変調をしてやってそれで超音波の周波数領域に移動してやるというものですつまりこれ聞こえない音に一度なるんですねただしこの一度聞こえなくなった音というのはまあもう一度ですね、まあ、物体に当たった時にその空気と物体の界面で音が乱れて可検波が発生しますそれによって過聴域に戻るんですねなので もう一度聞こえる音に戻るということになります。ですので、指向性が極めて高くてある人には聞こえるけど別の人には聞こえないあるいは右耳だと聞こえるけど左耳だと聞こえないという状況が簡単に作ることができるんですね。ですのでインタラクティブシステムに非常に向いたデバイスということになります。 これはですね実際にパラメトリックスピーカーを私が手に持っていてそして前目の前のカメラに向けてかざしているところですちょっと聞いてみてくださいこういうふうにですねスピーカーが前を向いたときだけはっきり聞こえますね あと実は天井に向けてもよく聞こえます。天井で跳ね返った超音波がやってくるからです。あプツプツした音がちょっと聞こえて聞き苦しいですが、まあ、ちょっとこれは回路上の問題だと思いますあ。このくらいですね、指向性高く音を伝えることができるということになります。 これ、あの普通に秋月で売っている2000円ぐらいのキットだったと思いますが、それでまあこのくらいのまあ遊びをすることができるんですね。で、このパラメトリックスピーカーっていうのはですね、例えばインタラクティブシステムでもいろいろ使われます。あのよく知られた例ですと、例えば机の上の、あるいは部屋の中のものがないと。で、そのものがないからそれを探し出したいというときに、例えばそのものの場所にパラメトリックスピーカーで、 音を当てるでそれによって、まあ、そのものの場所から、まあ、僕はここにいるよみたいな音声を発生させるというような、まあ、システムというのは繰り返しインタラクティブシステムの学会とかで発表されています。でそれ以外にもです、ね、例えばここに見せているロングレンジーアコースティックデバイスなんかはこれ何をやっているかというといわゆるまあボート鎮圧用に使っているんですね。要は音エネルギーを強烈に遠くに飛ばすということができますので。 要は前の人これを当てられた人がもう身動き取れないような強い音というのを一方向にだけ出すことができるんですね。そういうような用途でも使われているようなものになります。これもですね超音波を使ったちょっと変わった研究なんですけれども何をやっているかというと変調した超音波信号を机に伝播させるんですね。そうすると我々普通聞くことはできないわけです。 ですけれども、机に置いたスマートフォンにとっては、スマートフォンと机の境界のところで、この超音波信号が復調されてしまうということによって、ちゃんと音声入力ができてしまうというものになります。これ、ある種の,です、ね、あの聞こえない音でもって、スマートフォンを誤動作させる、あるいはというような、ある種のアタックの手段として提案されているものになります。 でまたですね、ちょっとあのインタラクティブシステムにまあ音が使われている例というのを紹介しましょう。最近の例を紹介しましょう。これは WIST2020 で紹介、えー、発表されたアコースティコというものなんですけれども、まあ、手首部分にセンサーがついています。ただこのセンサーというのが何センサーかというと、音センサー、それから表面振動センサーというのが両方ついています。で、そうすると何ができるかというと、 まあこの、まあ、動画をちょっと見ていただきたいんですが、この動画ではです、ね、あるタップをしているんですね、指先でタップをしています、机の上の。でそのタップをしたときの振動というのが、まず表面振動センサーによって伝わります。これはあの早く伝わりますよね、個体を伝わるので。でその後で空中の音として、音センサーによって伝わります。ということは、これによって、まあ、表面を伝わる音、 それから空間中を伝わる音によって時間差を得ることができるのでそれから複数個のセンサーを用意することによって結局音源位置を正確に推定することができますそれによってタップした場所を正確に測ろうというものになりますこれはですね今度は ITPVR2021 の研究になりますけれども いわゆるヘッドマウントディスプレイ用のジェスチャー入力装置です。ただ、これは非常に低コストにジェスチャー入力をやってやろうというので、何をやっているかというと、この段ボール型のヘッドマウントディスプレイの表面を指でなぞると。でその指でなぞったときの音の様子を記録してやって、それ要はこのマイクを使って、このこすった音を拾うんですね。でそれによって、今どういうジェスチャーが入力されているか。 ということを推定してやろうという研究になります。はい。で次に 3D オーディオについてのお話を少ししたいと思います。で我々ですね、まあ、2つのマイクで記録して、2つのスピーカーで再生するというまあ状況をよく耳にしますし、実際に体験しています。で、なぜこれでなんとなく まあ音源が分かるのかということをちゃんと考えたことはあるでしょうか要は2つのマイクで周りの音を記録して2つのスピーカーで再生するそれだけでなぜある程度うまくいっているのかということはよく考えておく必要がありますこれはですね結局さっきのシステムというのはこういう状況だというふうに理解すれば理解することができますつまり、まあ、無限に広い壁があってですね でその壁の2箇所に穴が開いているというふうに考えてください。そうすると結局、さっきのスピーカー、マイクで記録してスピーカーで再生するというのは、この壁の2箇所の穴の役割を意味しています。この穴で記録して再生している。もう一つの穴で記録して再生している。なので、まあ、これはそ,れそこまで自然ではないかもしれませんけれども、ある程度、まあ、音の状態が分かるということになるわけです。 ということは、まあ、今の話が理解できたならば、結局、先ほどの穴というのを非常に増やしていってやれば、まあ、壁の穴をたくさん増やしていったことに相当するだろうということになります。でこれは結局、N 個マイクロフォンを用意して、N 個スピーカーを用意するということに他ならないということになります。で実際にまあ N 個のマイクと N 個のスピーカーを使ったシステムというのは、実際に あ,のあるわけですけれども結局こういうふうに壁の穴がどんどん増えていくということになりますので、まあ、壁がなくなっていったも同然ということになっていくわけです。で今度はヘッドホンについて考えてみましょう例えばこういうふうにマイクで2つ拾った音について対してヘッドホンで聞くとどうなるかということです。ここれはです、ね、この場合ヘッドホンで聞いた音を どのような音場から、まあで記録された音なのか、どのように記録された音なのかというのを知る術が正直ありません。ということはこの時、音源定位が正確に行えないということになります。ですのでこういう場合、まああの多く言われるのはですね、頭内定位がされてしまうつまり頭の中で音が聞こえたような感覚を得てしまうというふうによく言われています。 でそれに対して、じゃあヘッドホンに対してもうまくいくような記録方法は何かというと、いわゆるダミーヘッドということになります。リオは、このダミーヘッドというのは、体の表面と同じような柔らかさを持った人形。でこのダミーヘッドにカツラをつけたりもすることもあるんですが、でこのダミーヘッドの両耳にイヤホンをマイクです、ね、マイクをつけておいて、そしてここで記録した音、このダミーヘッドで記録した音というのを再生してやるということをしてやると、 非常に正確にその場にいるような音というのを聞くことができるようになります。でまあ、当然ですね、また逆もまたしっかりで、ダミーヘッドで記録した音というのをスピーカーで再生するというのも、そのままで再生してしまうと、やはり音情が分からなくなるということになります。こういった話というのは、まあ、あらゆる感覚で言うことができます。 ですでに我々が知っている話として、ヘッドマウントディスプレイとグランドファンフィクストディスプレイというのがありました。つまり、ヘッドマウントなディスプレイ、頭に装着するディスプレイと設置型のディスプレイというのがあったわけですが、それとヘッドフォンとスピーカーというのは非常に似た関係を持ちます。つまり、例えば我々はヘッドマウントディスプレイとカメラについて、 こういうロボットのヘッドマウントディスプレイ、ロボット用のヘッドマウントディスプレイとロ,ロボット用のカメラというのがちゃんとあれば、これは何も問題がないということを前お話ししたわけですね。で、これはまさにダミーヘッドと、それからヘッドフォンというのの組み合わせと全く同じ話であるということになります。で、今度はですね、まあ、えー、 音の感覚とそれから他の感覚を組み合わせた場合についてのお話をしていきたいと思います。で、これは視覚と聴覚の融合として有名な例なので持ってきました。ちょっとこの、えーま、ボール2つの動きを見ながら音をよく聞いておいてください。これ、おそらく皆さんはボールが 真ん中でぶつかっているという感覚を得ていると思います。で、今、音を消しました。で、音を消したときに、どう感じるかということなんですが、まあ、これですね、いまあ、未だに真ん中で跳ねているというふうに感じる人もいるかもしれません。ですけれども、まあ、何か別のところをまた見て、またふっと見てやると、これがですね、まあ、ボールがスッスッと 右から左、あるいは左から右に通り抜けている、2つのボールがぶつかることなく通り抜けているというふうに解釈が変わることがあるかと思います。つまりこれですね、音がするかどうかによって、左右のボールの動きの解釈が変化するという現象になっているわけですね。でこれ、つまり視覚と聴覚の融合ということになります。 視覚と聴覚に関する、まあ、いろんな錯覚現象、融合的な錯覚現象というのよく知られていますが、まあ、これもまたもう一つ同じような例です。マガーク効果というふうに言われているものです。でまずですね、目を閉じてこの声を聞いてみてください。いきます。バーバー、バーバー、バーバー。バーバー次にですね、目を開けて 口元をよく見ながら、もう一度今のものを聞いてみてください。バーばバ、バーバーまあ、これですね、あの両方とも同じように聞こえるっていう人が結構多いんじゃないかと思うんですが、ただですね、これ、種を沸かすと、まあ、音声としては、バーバーという音声をまあ入れています。それに対して、口の動きとしては、ガーガー とそうするとですね、まあ、理想的な答えとしては、これを見ながら、ガーガーという口の動きを見ながら、バーバーというオーディオを聞くと、まあ、ダーダーと言ってるように聞こえると、まあ、そう聞こえなかった人もいるかもしれませんけれども、まあ、そういうような視覚と聴覚の間の相互作用があるんだと。 いうことが知られています。これをマガーク効果というふうに言います。で、今度はですね、味覚と聴覚の融合というのも知られています。これ何かというと、まあポテトチップスを食べたとき我々はサクサクする音でまあおいしいなというふうになるんですが、実際にあのサクサク音というのが味覚にちゃんと影響しているということを調べたものです。で、これ何をやったかというと、まあサクサクする音というのをまあ記録しながら それをリアルタイムでフィルターをかける、例えばローパスフィルターをかけてやって音を聞かせる。そうすると、サクサク音がだんだんこもってくるわけですねで。そういったこもった音を聞かせながらポテトチップスを食べさせると、なんだか湿気ているような、あんまおいしくないようなっていうふうに感覚が変わってくるということが知られています。でこれ、あの有名なチャールズ・スペンスの研究室で行われた研究なんですが、2008年にイグ・ノーベル賞。 という賞を受賞している、まあ、面白い研究になります今度は触覚と聴覚の融合に関する錯覚現象ですで、一つ目はパーチメントスキーイリュージョン陽七錯覚と言われているものですこれ何かというと、まあ、手をこすり合わせているときにそのこすり合わせている音を聞かせるということをしますこういう感じです まあこのぐらいの、まあ、ちょっと乾燥したような手なのかなという感じですね。でそれに対して今度は高音域を減弱させるつまり低い音をなるべく強調して聞かせるということをします、まあ、そうするとですね、まあ、少し手が荒くなったような あるいは、ちょっと湿ってるかのような、そういうような感じがします。最後に、高音域をちょっと強めてみます。まあ、そうするとですね、今度は、まあ、ちょっと強めすぎのような気もしますけれども。まあ、手が滑らかになっているような、あるいは非常に乾燥しているような。そういうような感覚が得られるんじゃないかと思います。 でこれあの、自分自身の手でもやってみると面白いので、先ほどの音を聞きながら手を動かすということもやってみてほしいんですが、まあ、こういうふうにです、ねまあ、触覚と聴覚がまあ影響し合って、聴覚によって触覚がちょっと変わったような気がするというものになります。でそれからです、ね、この右側のものは何かというと、ダミーヘッドの耳に挿入したマイクロフォンで、耳を筆でくすぐったときの音を録音すると。 でそういうことをしてやった後にこの音をヘッドホンで提示するってことをやると、まあ、耳に強いくすぐったさを感じるってことが知られています。つまりこれは聴覚によって触覚であるところのくすぐったさというのが生規してしまったというものになります。触覚と聴覚の融合ということでいうと我々の研究室でもいくつか研究しています。例えば一つ目はこの左側のものなんですが歯磨きをしている時の 高周周波波あるるるいいは低周波を強調すすととどうう感じるかというもので,すでこれまさにです、ね、あの前にお示ししたあのポテトチップスを食べている時の高周波低周波の増強に似ているんですけれども実際歯磨きの時にこういうふうにある周波数を増強しているとどうなるかというと高周波を増強した場合には清潔な感じがする磨き終わった感じがする。 それに対して低周波を増強しの場合にはちょっとなんかねちょねちょしたような嫌な感じの音がするんですけれどもただそれはそれで意味はあって実は初めのうちは低周波を増強しておいた方がいいであ歯磨きの終わりごろにつれて高周波にしていくと、まあ、しっかり磨き終わったんだなということが分かるとそれによってまあ全体として体験が気持ちよくなるというそういうような結果を得られました。 で右側の方は何をやっているかというと、今度は触覚においても、まあ、聴覚と同じような和音に相当するような感覚というのがあるのかということを研究したものです。で実際、この場合です、ね、触、ま、角、あ、と聴覚を同時に定義するということをした場合に、まあ、非常に微妙な結果ではあったんですけれども、どうやら和音に相当するような周波数の対応関係があるときに、 しっくり感がありそうだというぐらいの結論は得られています。はい。で最後の今日のまあトピックとしては、まあいわゆる複式機の中での聴覚の扱いについてご説明します。実際聴覚っていうのはまあ比較的古くからかなりいい装置がたくさんあったわけですね。あの例えばスピーカーであるとかですね、マイクであるとか。ですのでまあいわゆる複式機のために 聴覚デバイスを使ううというのは非常に多く例えばですね、ろうあ者のサポートとしては人工内耳や人工咽頭であったり、それから視覚障害者のサポートとして感覚代行や、それから障害者自身が障害物近くをする際に音というのを強く使っています、それから高齢者のサポートについても少しお話ししたいと思います。 でまず人工内耳ですねで人工内耳の歴史をひもとくと、まあ、おそらく、ですね一番最初は1800年代にいわゆるボルタ電池で有名なボルタが一番最初にですね50ボルトぐらいの電圧を耳の内部にかけたらしいんですねでそうするとなんか音みたいなものが聞こえるとそれがおそらくこういった電気で音が聞こえるということはじめです。 でそれに対してです、ね、今現在は人工内耳というのがしっかり作られていまして、まあ、これ、まあ、こういった形でもう赤ちゃんのときからまあ装着したりするんですが、体の外にはマイクとスピーチプロセッサー、送信コイルというのを準備しておいて、体の中には受信コイルを埋め込んでしまう、そしてアンプ、電極というのを用意してやって、でこの電極によって、まあ、この、えー、内耳の部分に電極を挿入してやるということをします。 そして電極が大体8個から22個ぐらいありましてこれが鍵に挿入されて電気刺激をするということによって音という体験を作り出すということを実際にやっていますこの人工内耳というのはかなり効果があるのでまあ今現在は普通に保険が適用されるようなそういった一般的な手術になっています 実際ですね、まあ、これ動画をちょっと用意しておきましたが人工内耳で音楽をということで、まあ、例えばピアノが弾けるようになるというところのお話の動画がありましたので持ってきましたで今度はですね、内耳じゃなくてじゃなくて喋る方ということで人工咽頭というのがありますでこれ何かっていうと要は咽頭がとかですね、そういったものになってしまうと 咽頭と言われる部分を摘出しなきゃいけなくなくりますで頭っていう部分は結局声の元となる振動を作っている部分になります。ということはその部分を摘出してしまうと声が出せないということになるんですね。でこの人工咽頭っていうのはどうやっているかっていうと結局その振動をする装置そのものということになります。でこれをまあ喉に押し当ててやって。で まあ、口や舌をしゃべるような口の形にしてやることによって声を発するということになります。ただですね、これ、まあ、この動画を見て,見ていただくとお分かりのようになかなか自然な音声ということまではまだ達していなくてですね、まあ、これもなかなか研究が、まあ、今現在も行われている分野ということになります。しゃべることに関する、まあ、インタラクティブシステムっていうのは研究は結構たくさんあります。 でそのうちの1つは、ですね実はこの授業の確か初回に紹介したもので、まあ、ゃべらなくても、の、まあ、喉の様子を、まあえー、まえ、あ、筋肉の様子などをま調べることによって、まあ、ゃべろうとしている声をまあ、推定するという研究を紹介したと思います。でまた別の研究として、ですねこのサイレントボイスというのは何をやっているかというと、まあ、普通にしゃべる、ただし息を吸いながら喋ると。 いいう、ま、音声入力を提案しています息を吸いながらしゃべるということをやると何が起きるかというと実は声が外にほぼ漏れないという状況を作ることができるんですねただしその、ま、口のごくごく近傍ではその声というのは聞くことができるのでちゃんと音声認識はできるただし外の人には全く、ま、声が漏れないという、ま、そういう、ま、不思議な状況を作ることができるというものです ぜひこれも動画の方で見てみてください。で今度はです、ね、感覚代行についてのお話をちょっとしたいと思います。でこれはです、ね、聴覚による感覚代行。感覚代行っていうのは何かというと、要はあ,ある感覚が使えない人が別の感覚でもって代替するというものですで。特にこれの場合には、視覚が使えない人、目の見えない人が 聴覚覚にによってそのの感覚を代行すするというものになりますで例えばこの右のものはソニックガイドと言われているもので歴史的には非常に古いものになります。で何をやっているかというと、まあ、目の前の超音波センサーでもって目の前に障害物があるかどうかをまあ示すとで。その超音波があるかどうかというのをまあ音で知らせてくれるというものになります。で右側のものは今度は何かというと 今度は超音波センサーではなくてカメラを使ってですね目の前のものというのを捉えるとそのときに目の前のものの様子というのを今度は右耳、左耳の音それから周波数という情報を使ってやってそれによって二次元的な情報を提示するというようなものになります。これもまた一つの感覚代行視覚を聴覚に変換する方法の一つとして提案されているものです。 でこれですね紹介している動画がありましたので、まあ、見ていただければと思いますで同じようにですね今度は触覚によって聴覚を代行するという研究もこれは非常に長い歴史があります要は、まあ、耳が聞こえない人に対してどうやって音という情報を伝えるかというものです。 で歴史的論理にはです、ね、実はこれ、一番最初にやったのは、ノバート・ウィーナーという人で、1949年のことだそうです。で、この時には、指先にまあ違う周波数の音をまあ振動として提示しているということを行っていました。で当然、指先なので、あの触覚としては、そこそこまで高い音というのは、近くすることができないので、そこは周波数をちゃんと変換しているということもやっています。 で似たようなことをです、ね、やった人の1人が今度はベケシーという人になります。これ1955年のことですで。こちらの場合にはです、ね、今度は腕全体を使いました。腕全体で,で、まあ、振動というのをまあ周波数分解して提示してやるということをやったわけです。でベケシーというのは有名な人で実はこの人は内耳鼻膜、耳のです、ね、今日お話しした内耳鼻膜の 役割というのを明らかにしただですねこの人そういった形で聴覚の研究をしていたんですがこういった聴覚から触覚に変換するというような研究を皮切りにこの人は実は触覚の研究も非常にたくさんやっているような研究者になります。 他に、例えば伊福部先生という日本の研究者の方が1975年ぐらいからやっている研究としてもやはりタクタイルボコーダーというのがあって例えばこれの場合には指先に周波数分解された音を空間パターンの形で提示するということを行っています今度はですね視覚障害者自身が持っている障害物知覚能力についてちょっとご紹介しておきましょう 一つはアクティブセンシングエコロケーションとも言われているものですでもう一つはパッシブセンシングの方ですでいわゆるエコロケーションと言われているものですがこれは何をやっているかというのはぜひこれ動画で見てみてくださいで、まあ、何をやっているか口で説明すると実はこの動画に現れる青年は周りの音が、えー、ものが見えませんですけれども、まあ、自分の口から というチチチャャャという、まあ、口の、えーまあ、音、破裂音みたいな音を常に出すんですね。でその音の反響を、まあ、聞き取ることによって、目の前に壁があるか、あるいはそれこそ目の前にゴミ箱があるかどうかぐらいのことまではっきりと、まあ、近くすることができています。動画を見るとちょっとびっくりするぐらい、まあ、できているので、ぜひ見てみてください。 先ほどのが、いわゆるアクティブノイズセンシング、アクティブな、アクティブ、すなわち、自分が音を発して、それによって周りの環境を知るという方法だったのに対して、もう一つの方法として、パッシブなセンシングというのがありえます。これ何かというと、音響的影、あるいはアコースティックシャドウというふうに言われている現象です。で例えばですね、皆さんが自分の耳の近くに手を、 近づけててていいいくくととうことをやってみてくださいそうすると、おそらく皆さんは耳に何かものが近づいているというのをはっきり感じるはずですで。これ、音響的影なんですね。何が起きているかというと、要は我々の日常生活では周りにノイズがあふれているわけです。でそのノイズがあふれている中で、まあ、例えば手が近づいてくるということになると、音が塞がれる。 あるるいは音の音の色が変わるわけです、ね、それによって近くにものがあるということをセンシングすることができる。例えば目の見えない人でよく言われるんですけれども壁があると壁の目の前で立つことができる歩いていてそれで壁の目の前でピタリと立つことができるよく視覚障害者の方は持つ能力なんですけれどもそれで使われているのはおそらくこの音響的影というものになります。 で我々の方でです、ねまあ、少し昔の研究になりますが音響的影をあえて作ることによって気配の感覚を提示することができないかということをやったことがあります。これですね、もともと、まあ、こうやってですね、まあ、こんな感じで何やってるかっていうと、まあまあ、音を収集していました。 こうやって、ままあ、目をつぶっていても周りの音が周りにものがあるということが分かるようになったで、これ何をやったかっていうと、要はさっきの動画でやっていたことっていうのは、まあ、ホワイトノイズがある方向から聞こえているときに、耳にどのような音が聞こえるかということを、まあ、マイクロフォンで記録してたんですね。 でいろんな方向からのホワイトノイズ音というのを録音しておきました。で、最後のこの,、まあ、この方が、えーまあ、障害物を近くしていますが、これ何をやったかっていうと、さっき記録したホワイトノイズというのを、あらゆる方向からのホワイトノイズを合成したものを聞いておく。で、障害物を、まあ、例えばこの場合には光センサーで検出してやって、 でその障害物を検出した瞬間にその,ホワイその方向からのホワイトノイズを消してやるということをしますそうしてやるとあたかも目の前に音響的な影ができたかのような気がするということで、まあ、気配感覚が増強されるんではないかという研究になりますでウェルフェアということで今度は高齢者のサポートということをいくつかご紹介しておきます でこれは1つ目は骨伝導と言われているものです。これ、骨を振動させて音を伝えるというもので、要はあのよく,よくです、ね、あるのが、外耳や中耳に問題があることによって、まあ、難聴が発生する、だけれども、まあ、内耳の部分はちゃんと働いているというような場合に、骨に直接振動を伝えてやるということによって、まあ、内耳をダイレクトに揺らしてやることによって、まあ、音を伝えてやる。 そういうまあウェルフェアデバイスと福式機器ということになります。で、こういったですね、まあ骨伝導の話っていうのは実はまあ高齢者のウェルフェアデバイスという以外にもですね、いろんな使われ方がしています。例えばこの左上の福本さんという方のフィンガーリングというものはこれ何かっていうと、まあ2005年に ISWC でまあ提案されたものです。 でこれですね、あの要は、えー、腕あるいは指輪のようなものでもいいんですけれども、そこから振動でもって音を伝えてやる。で、耳,耳にです、ね、指を突っ込んでやると、突っ込んでやったときだけ音が聞こえてくれるというものになります。で、最近でもです、ね、こういった、まあ、骨伝導を使った、まあ、あのちょっと耳,を耳に指を当てるときだけ音が聞こえるというようなものっていうのは、 製品化の提案であとですね、まあ、こういった骨伝導っていうことでいうとこの左下のものは我々の研究室でやったものです。でこれは今度は骨伝導でもって体全体に振動をあえて伝えてやろうそれによって触覚的にまあ音が体中に伝わっている感覚を提示しようというものになります。 で実際ですねこういうふうに振動するデバイスというのを実はこれ鎖骨の部分に当ててるんですね。で鎖骨の部分に当ててやるとそれによってまあ振動が骨を伝わって上半身全体に伝わるという現象が起きます。それによって例えば音楽に合わせてこれを提示していると、まあ、非常にまあ心地いい気持ちいい感覚になるというものです。 でこれですね、我々が提案したのは2015年の ICAT という国際学会だったんですがただ実はですね、これと非常に似たようなものというのが防音フォーンというふうに言われる製品というのがはるか昔にアメリカの方であったということを後から知りました、1980年代の製品だそうです。はい、で今度は骨伝導ということで、まあ、ヒューマンインターフェース系で他に研究があるかというと例えばこれがあります。 2016年の会の研究でスカルコンダクトっていうのがあります。これは何かというと後頭部から振動を入力してそして前頭部でその音を拾ってやるということによって骨伝導がどうなっているかというのを測ってやる。それが実は個人認証に使えるんだっていうんですね。つまりこの後頭部から前頭部までの音の伝達の仕方っていうのが個人差が非常に大きいので。 それでもってて個人認証をしてやろううというものになりますですから今日いくつかお話ししたものがあると思いますがこういった認証関係っていうのは実はヒューマンインターフェース系でよく出てくる話になります。いということで今日の話は大体以上になります。こちらが今回の小テストということになりますので1週間以内に提出するようにしてください。 それから今日はまた簡単な実験レポートを出させてもらおうかと思います。視覚と聴覚の融合というものを自分で今度やってみてくださいというものですで。これ授業でも紹介しましたよね。今日の授業で紹介しました。ボールが2つがぶつかり合う瞬間に音を出すか出さないかによって解釈が変わるという話がありました。で、これを今度は 赤と青のボールにしてみるとどうなるかということを確認してみてくださいということですで。この時条件は4つあります。交差した瞬間にクリック音を鳴らす場合と鳴らさなかった場合。それから交差した瞬間にボールの色を入れ替える場合と入れ替えない場合。これによって色の変わり方、音の出るか出ないか。 2かける2で4条件あるはずなのでそれでどのように知覚が変わるかあるいは変わらないかということを観察して簡単にレポートしてください。で使用環境はですね私のようにパワーポイントの中の,スラ,イのようなスライドツールを使ってもらっても構いませんしプロセッシングとかで皆さんで書いてもらっても全く構いません。でレポートでは実際に作った図を載せてそして結果を述べるという形でレポートしてください。 はい。今日の授業は以上になります。